シュワシュワと強い泡が特徴のこちらのノンアルビール、実はペットボトルで販売するんです。アサヒビールが来月3日に発売するアサヒドライゼロスパークはペットボトル入りのノンアルコールビールで、炭酸ガスを通常より3割増やして刺激的な飲み口にしています。炭酸水のために開発したペットボトルを使うことで、缶より炭酸を強められたということです。アサヒビールはノンアルビールの市場の伸びが鈍くなってきている中で、炭酸水市場の伸びも取り込みたい考えです。蓋を閉められるので、スポーツや運転中など飲み切ることを気にせず楽しめるとしています。